エジミューソン・フェルナンデス・リベーロは、スイスシオン出身のサッカー選手。スイス代表、アルミニア・ビリー・レフェルト所属。ポジションはミッドフィールダー。1996年にカーボベルデからの移民の、子として、シオンで生まれる。2007年に、地元の FC シオンのユースチームに入団。2013年にトップチームに昇格し、2012から13、シーズンの6月2日の FC。 チューリヒ戦でプロデビュー。2015年3月のタイ FC ルツェルン戦でプロ初ゴールを記録。2015から16シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグにも出場するなど、スイスサッカー界の有望株として注目された。2016年8月25日、プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC と4年契約を結んだ。2018年8月13日、 アクフ・フィオレンティーナへシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2019年6月3日、ブンデスリーガの1、FSV マインツレイコと4年契約を結んだ。2021年8月31日、アルミニア・ビーレフェルトに買取オプション付きのローン遺跡で加入したことが発表された。2016年から U-21 のスイス代表に招集され、 3月の U-21 イングランド代表戦でゴールを記録した。ありがとうございます。